こんにちは。趣味は成長、鈴木大輔です。ヒストリア始まりました。今回は今結構 SNS とかのコメントが中心になってる中、クラブハウスにファンレターを届けてくれる方が結構いて、この前で言えばコロナの時期に中高生たちにトレーニングを、オンラインでしたんですね。でその時に質問コーナーもあったんだけど、質問コーナーに答えきれなかったから、手紙で質問させてくださいっていう子どもたちが結構いて、まあ、そういうお手紙を、結構もらっているので、それに対してちょっと答えていきたいなと思ってます。13歳石田くん、先月のトレーニングありがとうございました。質問があります。いきなり質問です。はい。パス&スルーパス出すときにどんなことを意識していますか？もしよかったら答えてください。パス&スルーパスを出すときに意識していること、パス&スルーパス僕苦手なので僕が聞きたいんですけど、スルーパスはね本当に今でもわからない、感覚的なところあるかもしれないし、でもパスとかスルーパスに共通して言えることは、周りの状況とか相手がいる位置とか、それに対して味方の走るスピードとかっていうのを踏まえて分かってないといけないから、もちろんね止めて蹴るって技術も大事なんだけど、今何が起きてるのかっていうところと相手と味方の状況を分かってるってことが大事だから、周りをよく見ておく。自分がパスがもらってもう出すって時には分かってないといけないから、自分がパスもらいました、じゃあそこから相手と味方どうかな、だったら多分遅いんじゃないかな。上手い選手は多分もうトラップしてる頃にはもう何をするかっていうの決まってるかな。だから周りの状況を見ておくってことが一つすごい大事なのかもしれない。で周りの状況が見えてるってことは顔が上がるから、もう次のプレーが分かってて、ボールに集中しなくて顔が上がるってことは、僕ディフェンス目線で言わせてもらうと、そういう選手はどこにパス出すか分かんないからすごい嫌だだったりとかするから、常に周りを見ておくってことは一つ大事かもしれないね。僕はディフェンスの選手なんで、もっと的確な質問をしてくれる選手がいるかもしれないですけど、多分前目の選手なのかな。アンダー13の石田くん頑張ってください。はい、じゃあ次の質問です。鈴木選手へ、先日オンライントレーニングやってくださいありがとうございました。あの場で質問したかったのですができなかったので手紙で質問させてもらおうと思います。はい、質問。鈴木選手にとって普通な選手で終わる人とプロになり世界などで活躍する選手では何が一番違うと思いますか？普通な選手で終わる人、これも定義が難しいんだけど、普通な選手で終わる人素晴らしいと思う。まずその選手に普通も何もないし、どんな状況の選手でも目標に向かって頑張って、努力を積み重ねてこれだから多分プロでやってると思うから、まあ、そこまでたどり着いた選手っていうのは本当にリスペクト僕はしてるから、まあ、それも踏まえて、とはいえプロになって世界で活躍する選手もいれば、試合になかなか絡めなくてそのまま引退してしまう選手もいると、まあ、それは人それぞれだけど、プロになって世界で活躍して長くプレーする人、何が一番違うか、まあ、長くプレーするってことはやっぱサッカー選手プロになって実力もそんなにやっぱ変わらないと思うのね。だから人間的な部分、人の話をしっかり聞くか聞けるかとか、そこから学んで努力し続けることができるのかとかっていうところがサッカーの技術以上に大事で、そういう、まあ、人として尊敬できる選手が長年プレーできているかなと、まあそこは思います。で特にその世界で活躍して日本代表でプレーしている選手とかっていうと、まあ、やっぱり失敗の数が違うのかなってやっぱ思ってて、みんなそれぞれプレーしてると失敗とかってあると思うけど、やっぱり上に行けば行くほどレベルが高くなって自分が通用しないかもしれないなっていう失敗も多くなってくるのね。だけど世界で活躍する代表選手たちは多分その失敗をちゃんと、なんで失敗したんだろうっていうのを自分の中で分析して考えて、じゃあこうしようっていうので、その壁を一つ一つこう打ち破っていくっていうのが、失敗から学んで成功に持っていく。だからもう本当失敗を失敗だと思ってないっていうような感覚で多分彼らはやってるんだけど、うまくいかなかった時に考えてうまくいくようにするっていう積み重ねの数がやっぱり多いかな。だから上に行けば行くほど実力がこう上がっ、周りの実力が上がってきて、
何が足りないのかっていうのを考えて、その中でもやっていけるっていうのがやっぱあるのかなと思います。この手紙をくれたアンダー13の大崎くんも、うまくいかなかった時にどうするのかっていうのが一番大事だと。でそこの違いがプロになって本当に世界で活躍する選手との、違いなんだっていうところを意識して、今後練習してみてください。はい。で、僕は左足を使うのが苦手なので地道に練習していきたいです。でその努力が未来につながっていくと信じて練習していきたいですっていうふうに、書いてあるんですね。でサッカーだけが上手くなるのではなく、人間としても尊敬されるような選手になりたいと。もう多分これがもう答えを知ってる。大崎がもうここに書いてくれたように地道に練習してその努力が未来につながっていくと信じてる、まあ、積み重ねることができるし人間として尊敬されるような選手になりたいと。もうここにもう答えは本当に自分で持ってるから、もう そのまま信じてやっていけば全く問題ないと思います。大崎くん頑張ってください。はい。素晴らしい質問をくれて、本当にありがとうございます。トレーニングもオンライントレーニングもすごく本当真剣に聞いてくれて、真剣に、トレーニングしてくれて、すごくこっちがもう本当勇気もらったんだけど、こうやってお手紙もらって質問してくれるっていうこともありがたいし、その質問も本当まっすぐで、自分自身プロ生活長くなってきて忘れかけている純粋な心みたいな、サッカーを楽しんで夢に向かって、ひたむきにこう努力していくみたいなところを忘れないでいるつもりだけど、こうやってお手紙もらうと改めて思い出すことができるんで、これからどしどし質問待ってるし、この企画を楽しんでいきたいなと思いました。これからもこのような質問どしどし待ってますので、これからもヒストリアよろしくお願いします。チャンネル登録、待ってます。チャオ。